話題になってるらしいじゃん、パルワールド。なんだここ、こいつらなんだ、やばすぎだろ。こんな可愛い、こんな可愛いモンスターが機関銃ぶっ放してるぞ。最高です。やっていきましょう。そんなのやるしかないだろう。まあいいか、こんなジジイがいても。まあ再編集の機能は今後アップデートに追加予定らしいからな。これでいくぞ、このジジイでいきます。いく、確定だ。やらせてくれ、早くパルワールドとやらを。ん？なんだこれ。右下なんか見たことあんな、ローソンとかで。こんなジジイがいても困るぞ、世の中に。なんだこんな布、布じゃねえや。こんな板。英語ですね。なんて書いてるか全然読めねえけど、まあいいか。この足である。曲。曲。やっていくぞ。これ、WASD で移動か。風立ちのか。ああ、右に、右上にチュートリアルがあって。B ボタンで建築ってなんだろう。はい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 。建築できて、どんどんなんか村でも作っていこうよって感じかな。まあいいか、そんなのは。ん？いや、にしてもいいね、オープンワールド。まあ、チュートリ、ん？誰かいんな。大丈夫か？話しかけて、討伐されたりしないか。HP とかあんのかな？はい。もしもし。近代的な銃。遭難者か？パールの匂いがしない人は久しぶりだ。この島は自国だ。私と来た者はもうこの世にいない。そんな危ない、ん？ここにいるぞ。やばい、やばい生き物。そんな危ないところなんだ。まあまあいい。ん？ん？戦える？まさか。どうしようかな。まあこれ気になるよな。これ何？ファストトラベル解放。てんてれてんてん。わからんな。どういう鍛え方をすればそうなる？あ、チュートリアルまずこなすってか。まあ、サクッとこなしとくか。で、次は B で建築メニューを開くと。建築メニューを開いて原始的な作業台を選んで、これを作ると、これ。いいか、ここら辺に作っとくか。邪魔だ、ここら辺に作、え？長押しで建築。ここに作っていいの？公共の土地じゃない、大丈夫か？まあ、いいか。役所なんてねえか、こんなところに。完了。レシピ？レシピ選択？棍棒とか作れるんだ。松明。松明なんていんのか？棍棒だろ、男は黙って。棍棒。長押しで作業。あー、こうやってどんどん物を作っていくんだな。で、装備して、パルを攻撃する。いいね。野蛮。すげえ野蛮だな。怖っ。怖っ。討伐されない？メニューからテクノロジー画面を開き、パルスフィアをアンロックしよう。パルスフィアをクラフトしよう。なんだ？パルスフィア。メニューからテクノロジー行って、パルボックス。はい。ん？これ何？たくさん解放できるけど、なんだこれ。こんな解放していいもんか。こんな解放していいもんですか？時代が、テクノロジーが新しすぎてさ、これ、ついていけるのか、現地民は。魔法だと思わないか。これでパルスフィアを作ると。これ作りたいんだけど、どうすりゃいい？これ。クラフト仕様。パルを弱らすって、ん？低温！やばいやばいやばい！寒い寒い！寒い！あったかいところにいよう。全然夜が明けないな。これ早く夜明けてくれないとさ、辛いんじゃないの？寒くて。それともあれか？クラフトしなきゃいけないのかな？松明。生産。松明作って、なんか、火の近くにいたら長距離移動もできるのかな？そういうことか。でもそしたら棍棒持てなくない？なあ。棍棒持てねえよな。まあいいか。とりあえず、松明。
松明を持ちたいんだけど、これどうやって持つんだ。ああ、はい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 、ここで切り替えんだ。あれ、やったやった、いけるいけるいける、移動ができる。松明を作るんだな。最初松明を作るのが基地。そして拾うぞ石とか。寝てる寝てる寝てる、お腹減ってきてるからさ、いけるんじゃないか。これ何、これどうすればいいんだ。これロコモン、ほらほら大丈夫かこれ、この絵大丈夫。ちょっと愛護団体やろ転がる愛護団体が黙ってないんじゃないか、この絵面。あ、クリティカル出たな。燃えてる燃えてる燃えてる。あ、野球かこれ、まさかバッティングか。いくぞバッティング。え、食らってるこれ、自分に食らってるか。今 HP400、 受けこれこれ俺の HP が高すぎてさ、物ともし、ロコモンの羊肉リアル。ん、これなんだこれ、お前は何をしてる。こいつはなんだ、この綿毛は。こういうゲームか、転がすゲームだな多分な。これこれ助けてくれ、これ何する。あ、あいつのとこに置いてっか、この毛だまりを、このウールを。羊だったんだやっぱり。寝てんな、ツッパニャン。殴るかとりあえず。こんなこんな絵があっていいのか。火ダメージ強。おわ、怖怖怖怖怖いなこれな。火まみれの猫が追ってきてるこれこれやっぱさ、俺の HP が高すぎて物ともしてないぞ、このこの動物の攻撃これかわいそうかわいそすぎる。そしてなんだ、レベルが上がったぞ。動物を虐待するとレベルが上がる。なんというなんというゲーム、合ってんのかこれ。こういうゲームか。でここらに積み上げてくっていう、そういうゲームかきっとこの絵である。そしてパルスフィアをクラフトすればいい。なんだあの像、あの像。ちょっとこのこいつもやっとくか。やっぱさ戦わないと血が飢えてる。どんな攻撃してくるんだろうな、タマコッコは。え、弱っ、タマコッコ、あ、強っ強っ、怖っ、強怖だな。よしこれこれいいのかマジで、こんなことさせて。そういう歪んだ大人にならないか、このゲームをやったやつ。グランモス、グランモスはまだだな、グランモスはまだ、その時じゃない。お、なんだ、違うやつがいるぞ。フクロウのような、カラスのような、ちょっと正面を見たい。これはあれじゃないの、これはもう、これはもうあれじゃん、あいつじゃん。これやるか、レベル5は勝てんの。ぶん殴りでさ、うおお強い、魔法打ってきた、こわ。ヒットアンドウェイ、ヒットアンドアウェイ、やばいやばいやばい。あ、これジャンプね、ジャンプしながらだと永遠に勝てる説だ。永遠にダメージ食らわずに勝てる説、勝てない説。やばい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 、怖い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 、うん、なんだ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 、ジャンプできない、ジャンプできない。よし逃げろ、強い者にはこびる、弱い者にはきつく。それをモットーにやっていきます、バルワールド。よし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 、ちょっとさ、かけら手に入れたからさ、とりあえずそのなんだ、パルスフィアをクラフトしようよ。クラフト台どこだっけ、こっちか。これでやっとこのゲームの本質が触れるんじゃなかろうか。クラフトしようぜ、これパルスフィア生産長押し。パルスフィアを投げてパルを捕まえよう。これでパルを捕まえれるらしい。やるぞパルを、パルをやってやるよ。ちょっとさ、さっきあのフクロウをさ、ん？これなんだこれ？壊せる？脳筋すぎるだろ。何岩殴ってんだこいつ。コンボでやれ、せめても。せめてもの頼みなんだけど。拳を痛めないでくれ。
どこだ。てかあれゲットできんの、あそこにいる、なんだっけ、猫。いや、ここはもったいないか。袋をやるか。どこだ袋。あ、空腹。空腹だけど、これ何をどう食えばいいんだ。あれ袋どこ行った。この強い袋じゃなくて、怖い怖い怖い。弱い袋どこ行った。あら、いなくなっちったな、弱袋。弱袋、あーやばいな。強袋はか、なんだあれ、なんだあれ、気になるな。お宝、落下ダメージってある。落下ダメージはそうない、そうないか。よしよしよし、いいの見つけた、いいの見つけた。なんですか、なんですかこれ。いや、小さなパルソールなるものを見つけたぞ。なんだそれ。よし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 、こういうことよ。やべ、サメ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 、やばい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 、ういって、いった。よし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 、あーやばいやばいやばいってやばいって、逃げろ逃げろ、頼む、逃げてくれ、全力で走ってくれ。なぜ走らん、空腹だからか。空腹だから走れないのかしら。あぶねえ、あいつ強すぎるな。あいつをゲットしよう、あの鳥を。この上か、今は玉こっこですら危ういぞ。玉こっこですら危うい、怖い。攻撃しなきゃ、攻撃してこないかな。あ、なんだこいつら、温厚じゃねえか。攻撃してきたやつだから攻撃してくるのか。摂理だな、これが。これは摂理だ。そりゃそう。肉を食おう。肉食わせてくれないか。君、これ食わせてくれないか。どう食うんだ、これか。え？すげえな、このゲーム。食べるものも時間制限で腐るのか？消耗品って書いてるもんな。食うか。これどうやって食うんだ、これ。ん？あ、よし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 。使うは右クリック。そういうことだな。ほい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 。これでいいだろう。これ、あ、食いすぎたか。まあいいか。これでいいやん。こんなことでいいのか。よし、再戦するぞ。少しずつ覚えてきたからな、動きも。どこだ、あいつ。宿敵。名前すら覚えてないけど。あの闇ガラスの進化系のやつ、あいつなんだ、あいつ。どこにいる。俺いなくなった、逃げた。ついに。ついに逃げたか、あいつ。逃げたな。俺は今何をやっている。何をさせられているんだ、これ。何になりたいんだ、この世界に転生してきて。なんか知らんモンスターがいるところに置き去りにされて、急に戦わせられている。悲しい。ただただ猫を追いかける生活。悲しい生活だな、これも。いいか。手頃なの捕まえよ。こいつでいいか。ロコモンにしよう。ロコモン初めて会った時、君が最初だったね。この世界に舞い降りてから。君がこの世界を教えてくれた。君の肉うまかったよ。初めて見た時から一目惚れでした。僕の仲間になってください。行け！え？え？え？なくなった？なくなったぞ。おい、どうしてくれる？スフィアを投げる。パルスフィアがない！どういうこった？ちょっと理解してきたぞ。これさ、パルを全滅させたらダメなんだ。全滅というか、こう、この状態にさせたらダメなんだな、きっと。そんな気がする。だからこう、体力があるやつに対して、こうやってな、捕獲率なんて出るんだ。面白。これ一旦殴ってみるか。一旦な。一旦殴ってみよう。よし。危ねえ。危ない危ない。逃げて逃げて。はい、逃げて。危ない。はい、危ないよ。はい、危ないです。
はい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 。風魔法も使えるのこの子。やっべー。え、風魔法じゃなくて、オーマイガー。そんなことあるか。復活可能まで3秒。ああ、復活すると。理解しました。え、選べるの？今まで行ったとこってどこ？今まで行った場所。ここか。いいよ、ここで。ここで復活します。で、持ち物はなくなった感じか？持ち物は落ちてないかな？さっきの場所に。落ちてるような気がする。よっしゃった。危ねえ。オッケーオッケー。開く。死亡値チェスト。これ全部は？全部しとくと。オッケーオッケー。ああ、いいじゃんいいじゃん。なんか楽だな。とりあえずは、やっぱロコモンをゲットするか。一旦な。ロコモンゲットまで移動。まずゲットをするには、ちょっと弱らせると。ある程度弱らせてから、スフィアで狙って、捕獲！行った？うわ！モンスターボールやん、これ。うおー、やった！いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ！初の、ロコモンゲット！初めてのパルを捕まえました。伝説の始まりです。伝説の絵だな、この絵は。まさに。で、開けた場所にパルボックスを構築。して、パルボックスにアクセスして好きなパルを拠点に、召喚と。まずはパルボックスを作るぞ。そして、パルボックスにアクセス。好きなパル好きなパルを、あ、ボックスに移動と。で、手持ちのパル。あ、手持ちにいるんだ、もう、このパルは。あ、パルは最大5匹まで。で、これでとりあえずはいいか？その後なんだ？好きなパルを拠点に召喚しよう。これで召喚できるのかな？ええやん。あれ？何やってる？勝手に戦闘を始めている。よし。どうだ？勝ったか？いけ、パル！頑張れ！モコモコの盾！ん？なんだ？終わったか？モコモコの盾ってなんだこれ？ F。うわ、かわいい。かわいい。最低。最低な技。こんな技あっていいのか。最低の技じゃん。動ける。これどうなの？この技やったら何になるの？めちゃめちゃかわいそうなんだけど。これで殴ったりできんの？これで殴ったりはできない。何のためにあんだ、この技は。こんなひどいことをして。まあそんな感じのゲームだということだな。パルをゲットしてパルを召喚したり、建物を作ったり、結構自由度が高いな。そんな感じのゲームです。購入してみてはいかがでしょうか。一旦はここまで。